ちょっとね、どういう人なんだろう。
よく分かんなかったから、リスナーの皆さんにどういうことですかって問いかけたところ、あの水に関してすごいたくさんねメッセージをいただいたんですけど、なんと水って北海道だけじゃなくて結構ね、あの上の地方、寒い方とこら辺の地方では有権が多いんですよ。これはね、白酔いさんかな、ツイッターでつぶやいてくれてるんですが、あの北海道と水の使い方が違うかも。宮城は服とか靴とか何でもなんか違和感みたいなものを感じるときに水と使います。北海道の人は歯がなんか水とかっていう風に言ってて、確かにこれは宮城の感じとはまたちょっと違うのかな。あとね、メールいただきました。ラジオネームくまくまさん、水の件ですが、元は仙台弁でしたって。お祈りポーズや腕組みの定規を左右逆に組んでみてください。何とも言えない気持ち悪さがあると思います。それが伊豆行って感覚です。で、これをで、あーでだから結局違和感の話ってことかな。普段はない違和感は、まあ宮城のこの服とか靴がいつもとなんか違う違和感みたいな、なんか結果そういうことなのか、なんかその地方によって若干の違和感
ですかね。